こんにちは、サンディです。今回はこちらの商品を紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことでね、今回は久しぶりにレビューをしていきたいと思います。で、ですね、私ずっとここのとこ、ほんとずっともう半年以上ぐらいですかね、無印のクレンジングジェルを使っています。で、途中で使っていく中でちょっとね、違うものを使いたいなって思った時が結構ありました。すごい冒険したがるんですよ。で、他の商品を見てしまうと本当に、あ、買ってみたいな、試してみたいなと思いつつ、でもやっぱり無印に戻るっていうことが多かったです。で、今回はね、ちょっと前にドラッグストアで見かけたのがこちらのポンズの、なんていうのこれポンズのフレッシュクリームクレンジングっていうものになります。で、私は以前にね、ポンズのあの普通の、なんていうの、普通のクリームあるじゃないですか、普通のこういうやつのエイジングケアができる赤いやつを使っていたんですけど、あれすごく好きなんですよ。あの、すごい落ちるし、全然パキッとしないし、本当に肌に滑らかな感じで洗い流してくれるっていう感じだったので、すごい好きでした。ただ難点として、私的にちょっと嫌だなって思ったのが、例えばチューブとかだと使う分だけこうやってキュッてやれば出るんだけど、ああいう、なんだ、こういう入れ物系でこう指を突っ込むっていうのが、私ね、今まで気にしてなかったの、気にしてなかったんだけど、ちょっとね、気になるようになっちゃって、ちょっと嫌だなと思って、そういうのがね。で、そう、これね、これが出たので、私はこの見た目だから、で、ここをね、ちゃんと見てなかったの見てなかったから気づかなかったんだけど、私的にはこれ泡だと思ってたので、買って使ってみたら違った普通に、だから普通のあれがこういう形になったっていう感じですね。で、3種類があるんですけど、今回はこちらを買いました。なんかキメ毛穴ケアっていう、で、赤がエイジングケア、普通のやつと同じで、あとゴールドのやつ、ゴールド黄色のやつもあったんだけど、私はこれを買いました。で、まあ試したいなって思って試してみましたので、ちょっとお話をしていきながら、ここら辺にとか、あとアップで使っている様子を見せていきたいと思います。で、これのすごくいいって思ったのが、密閉性のあるボトルになっています。なので、空気も入らないし、なんか、ね、そういうのが入らないので、使っていく分だけこう上がってって、いいのがここがね、ちゃんとどこまで使ったかっていうのが分かるので、最後まで使ったかっていうのも分かるっていうのがすごく良かったです。私が使った時は5プッシュぐらいを使いました。顔全体は2プッシュか3プッシュぐらいで、目が結構ウォータープルーフ系のマスカラをしていたので2プッシュだから、1目1プッシュぐらいで、あんまり圧をかけずに、マッサージしていく感じで伸ばしていって落とすっていう感じでやったんですけど、すごく簡単に落ちました。本当に無印のジェルと同じような感じ。ただその、まあ、ジェルとは違うのが、ジェルはもうちょっとこう厚さを感じるんだけど、クリームはもっとこう滑らかな感じで、肌密着してる感じをすごく感じます。で、洗い流した後もすごく綺麗でした。ただまあ、はい、電池が切れましたで、ですね、ソーバータープルーフのマスカラをしていたんですけどもまあ私は、あんまりゴシゴシせずに、こういう感じでせずに、こういう感じで取ったりとか、ちょっとだけ爪でこうやってこすってあげるぐらい、押したらいい感じに落とせたので、落ちはすごい良かったの。だからこれは
結構私的に好きです。もともと普通のこういうやつは好きだったので、でこれに関してはね、指突っ込む必要もないのですごく良かったっていう感じです。でもまあ正直言いますとね、今回でね2回目なんですよ、これ使うの。まだ2回しか使ってないんだけど、これくらい使っています多分。なので、まあ、1回がこの半分だったとして、あと何回だろうって感じだからねって思うと、まあ使う量を減らすしかないけど、でこれが確かね900ないなんだよねって思うと、うーんって感じ。でもまあ肌にはすごく優しいので、そう思うと全然いいの。安いものを買って肌に良くないよりは全然いいと思うので、これはこれですごく良かったです。なので私はおすすめします。はい、そんな感じで、まあしばらくこれを使っていこうと思う。はい、で今度はカードのメモリが切れましたまあそんな感じで本当に私はおすすめします。本当に安いもので肌に良くないものよりも、まあ高くて自分の肌に合わないよりもって考えれば、まあ別に値段はしょうがないかなと思います。っていう感じで、今回はこちらのポンズの、フレッシュクリームクレンジングのレビューでした。もしよかったらね、この商品を試してみてくださいみたいなのがもしあれば下に残してくれると参考になるので、はい、もしよかったら下の方にコメント残してってください。そんな感じでまたね。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。